そうですね、やっぱり夢ということをテーマにして、あのこれはやっぱり自分自身やっぱ役者が夢を与える職業っていうことと、そして、皆さんにも夢をもらってるなという、なんか自分の思いが強くて夢ということをテーマにして、物語仕立てで、作ろうということで、チャプターを分けてそれぞれ全く違う写真を使うことによって、衣装だったり、ロケ地も自分でこだわって、物語のように楽しめる作品を目指して写真集を作りました。でそうですね、完成したのを見て本当に、写真集のこう質感だったりとか、細部までこだわって、ちょっと読んだ後に、見返してみるとまた発見があったりして楽しめるように作ったので、そこのこだわりも十分に再現されて、ちょっと自分の理想の写真集ができたなと感じております。この白のパジャマで夢に入るっていうことがまず自分のこう企画した段階でスタートしまして、でその白パジャマの自分が汚れていくっていうショットなんですけど、すごくなんだろうな、汚れに対してもこだわり強く作って、これぐらいちょっと顔汚してみようだったり、服もこれぐらい汚してみようというふうに自分でその場でもこう考えて、本当スタッフ一同一緒になって、作り上げたので、そのこだわりが出てるショットなので選びました。ライトの感じもこう切ない感じでいいなと思って、本当に夢に入った自分がこう いろんな出会いをして、いろんな自分に出会ってこう汚れていってしまったというのが表現されているので、お気に入りのショットです。はい、そうですね、白いパジャマで海に浸かった撮影があったんですけど、あれ本当は周りはこう足だけっていうイメージだったらしいんですけど、僕もう完全に全部使っちゃいまして、その場のノリで、はい、完全に使っちゃいました。これだからこれもお気に入りですよね。本当になんか海に入ってるうちに、今これ足だけ使ってたら意味ないな、もう全部使ろうっていう風に思い切り撮影したんですけど、衣装さんもメイクさんも困ってましたね。はい、そうですね、まあ、完全セルフプロデュースとは言ってるんですけど、なんだろうな、自分ヨガリになりたくなかったから自分で企画考えた時も、これってどうですかってすごいディスカッションすることを心がけました。じゃないとやっぱり自分だけの表現になりすぎると、やっぱ見てくれてる人を置き去りにするのが嫌だったんで、そこの周りとディスカッションしてどう作っていくかっていうのはすごく悩んだし、完成した時に、ああみんなと話し合ってよかったなって感じました。そうですね、聖地巡礼を絶対したくて、でやっぱり舞台とか僕本番で東京でやることが多いんです。もちろん地方行く時もあるんですけど、だからこそそうですね、ロケ地は東京近辺っていうルールにしました。それなんでかっていうと、足を運びやすい、舞台見た後にじゃあ写真集の場所に行ってみようというふうに、慣れるこう行きやすい場所っていうのも意識して、あえてこう東京近辺でロケ地やりました。あとは本当にスタジオ撮影もしたくて、それは何でかっていうと、作品の衣装だったり、こうなんだろう、物語って言ったんですけど、そこの流れを重視したかったので、一枚一枚の写真のクオリティを重視するためにあえて東京近辺で、ロケ地を選んで撮影しました。そうですね、僕は本当に直接応援してくださるお客様に会える機会ってすごく少なくて、多分他の役者さんより結構少ないんですよ。まあそれ単純に機会に恵まれなかったってだけだとは思うんですけど、だからこそこの3日ってすごく自分にとって貴重で、直接しかも僕だけを応援してくれて見に来てくださる皆さんなので、しっかり感謝を伝えれるイベントにしたいなと思ってます。まだ誰かに見せたりというふうのがないんで、そうですね、でも親には見せたいですよね。ちょうど4日のイベントが大阪で家族と会えるんで、その時はこう自信持って、こう自分で作ったんだよって見せたいなと思いますし、結構うちこうおじいちゃんとかおばあちゃん結構厳しくて、はい、そういう家系で育ったんで、おじいちゃんおばあちゃんにも見せたいですね。実はその話とかもちょっとインタビューの中で写真集に入ってたりするんで、インタビューも楽しんでもらえると思います。僕本当デビューした頃ってやっぱり芸能界に憧れあったんですけど、すごい引っ込み思案だったなと思って、でそれをこう引き出してもらえたのは周りの
先輩方だったり、まあ、もちろん後輩もそうですしスタッフさんもそうですけど、本当にみんなに支えられて、成長できたなっていう感じですかね。デビューして、支えられた役者人生な気がします。はい、そうですね、僕あの役者を始めるきっかけになったのがアイドルに憧れて始めたんですよ。で、事務所に入ったのもそのアイドルをやれるということでそのオーディションを受けて入ったんですけど、実際それには受からなくて、でも役者はどうだっていうふうに言われて、舞台の世界に入っていろんな人に出会って、すごく苦しいこともあったり楽しいこともあって役者として成長できたなと感じて、今やっとこの写真集を出せたことによって自分の表現っていうものを一つ見つけられたなと感じております。だからこそ今ここでやっぱり憧れだった歌でも自分のことを表現するっていうのが一つの夢で、もちろん、役者として芝居で表現するっていうのももちろんですけど、歌もできる俳優として、歌で自分の表現もやりたいなと思い、いつか CD なんて出せたらいいななんて思っております。今の夢ですね。それがブロードウェイとか行きたいんですよね。やっぱり役者やっててやっぱり一度はブロードウェイでお芝居見て刺激にしたい、まあ、こっちは仕事とはつながっちゃいますけど、まあ、プライベートであくまで行きたいなと思って、僕あのグリーっていう海外ドラマ好きで、ミュージカルのドラマなんですけど、やっぱあの海外の音楽ってすごく素敵だし、そういうのをちょっと自分の私生活で取り入れたら、またそれはあの今言ってた CD を出すって夢にも近づけるし、役者として表現を広げるっていうのに使えるんで、ちょっとブロードウェイ行きたいですね。2冊目の写真集とかは、はい、ブロードウェイとかで撮影できた。そうですね、今それも決定しました。はい、この写真集を出せたのは、自分の一人の力では絶対無理だったと思います。それはもう支えてくれた、スタッフの皆さんもそうですけど、何より応援してくださる皆さんが支えてくれたおかげで今この写真集を出せた。これはだから自分一人の夢じゃなくてみんなの夢が叶ったというふうに僕は考えていまして、でこの写真集を読み終えてそれで終わりではなくて、ここから一緒に歩んでいこうというメッセージ、思いを込めてこの写真集を作ったので、皆さんにこの写真集を楽しんでもらって、そしてさらにここから一緒に歩んでいけたらと思うので、ぜひともこれからもよろしくお願いします。